新潟中央ジャンクションの概略図上、新潟中央インターチェンジ下、新津インターチェンジ左、新潟西インターチェンジ右、新潟亀田インターチェンジ新潟中央ジャンクションは、新潟県新潟市港南区氷流にある、北陸自動車道、日本海東北自動車道、万越自動車道の3本を接続するジャンクションである。IC 番号は、北陸自動車道からの連番で不満されている。 国土開発幹線自動車道の北陸自動車道の起点は東 JGT からになっているが、並行する旧 JR 北陸本線に合わせて、前原方面域を上り線、新潟方面域を下り線として、前原 JGT を起点とし東 JGT が終点になっている。また、日本海東北自動車道の起点でもある。東 JGT のすぐ北側に隣接する形で、 万越自動車道の新潟中央インターチェンジがあり、周辺の道路案内では同 IC とほぼ同一扱いである。1994年の開通当初は、長岡方面から新潟中央インターチェンジへの流出ができなかったが、後にオフランプの増設が行われ、現在は4方面すべてへの流入、流出が可能である。ジャンクションの各走路は、 タービンクローバートランペットが混在する変則的な形態になっている。ありがとうございます。